皆さんどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。でね、僕は一応 YouTube 上でねゲームタイトル50円縛りというものをね週にやっております。今はねプレステ4と3とねスマホのゲーム混同でねやっていますんでね、で今現在がね A のエンチャンタイムやっておりますんで、もしよければ見てください。一応ね再生リストのパート1の動画ね集めてみたんで、それもね概要欄のところに貼っておりますんで、もしよければ見てください。では行きましょう。ってなんで11を押してしまうんや俺は。もうね、スコットランドヤードで行きましょう。で今回からねちょっと話題とかあったら言っていこうかなみたいな感じでやっていきたいと思います。まあ前からもそうだったんですけど、今回から 特に意識してやっていこうかなって思っております。一応ね今回は日本語とか英語とかな、ね、あるんですけど、英語ねもしあれこっちも入れるようになってんだよ。え、なんか入れんの？入っちゃう？入っちゃう？レストレード警部にさっき会うんやろ？でね、英語とかはね、こっちもなんですよ、日本語にとってみてもね。ホームズ生きていた？がっかりされてんの？ジャック・コール、両者を逮捕する。Lestrade, I had two suspects in our case. Jack Cole and Percy Fleming. All right, Mr. Holmes. Look at the order to the constables. Inspector, we have both suspects apprehended. There you are. They're all yours. No need to thank me. した。その主語動詞みたいな感じでね。でその後に何をしたんかみたいな。日本語ので言うところにね。うん。来ましたね。で尋問すんのかな。せやね。尋問せよ。どこにいる？どこにおる？こっちか。でね、はっきり言ってね、2種類に分かれるんですよ。英語学ぶときにね。こいつ？ Please escort this suspect for interrogation. おお。A good day to you. ようパーシー。あくんの強い男だ。あくんか。You're aware what happened at Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. あの晩、What were you doing two nights ago? 2日目の深夜1時頃、何をしていた？ I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you were. Can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Jack Meyer. Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. まあ、ジャック・マイヤーでいいと思う。ジョリマイヤーなどは知らない。え、これな、え、どれしていけばいい？ちょっと待ってよ。これかな。そんな気してきた。そんな気してきたよ。About this threatening letter that bears your name? そうやね。確かあったね。Oh, I remember now. 一瞬忘れとった。A threat? Come on. Just a reminder of his pay debts. Just a small one.It's a matter of principle. ちょっと待って。How do you know? Ah, he's always coming around begging for odd jobs, but he just talks rubbish. He's off his head. 頭が弱いのか。Do you have any business with Jack the Hammer Cook? アホってことが。あかん。Sometimes provides my business with goals, but he's stupid. でね。A hot-headed clown. 英語の話もありますけど。Yeah. I'd be worried about him if I were you. Yes. He told me what you did to his brother. And 理系と文系でね。Well, 覚える。Let's just say he hates you.もの自体が違うんで、そこをねちょっとやって見ていくとしますと、あ、なんかあったここ。ギャング同士の抗争、子供時代ギャング同士やろな。悪いやねんから。でね、そのやる、まあ、ハンカチ流行、悪いでもな、有効には敏感なやつあるから。お、これもあった。うん、成功のボタンでね、その理系と文系で覚えるねものが違うんすよ。理系の人はね、まあ考える頭が本当にあるから、あ、これこうやったらこうパズル感覚でねやっていけるんで、あの、あいつじゃなくて、そのウェイストゲートの韓国、あれ、2つあるの、今回も。ちょっと待って、
監獄もう分からんけど適当にやってるよ。でね、あとはお、これか。まあ文系の人はね普通に単語覚えりゃいいんですけど、理系の人はね覚えることがあまり苦手なんで、必要最低限のねもの文法ね覚えておけば普通にいけるんじゃないかなって思います。完成した。あ、不確かなじゃなかった、よかった、よかったよ。うん、じゃああとはこっちやね。まあやっていこう。スコートサスペクトこちらに容疑者を連れしてくれ。So, ジャックハンマーコール。The hammer call. We meet again. Why am I here? Don't pretend. しろばくれな。You're a suspect in the case of an attempt made on my life. Rubbish. 昔のようだな。容疑のかかったものは証拠もないのにたい。You've got nothing. Oh no.How about the revenge for the trouble that I brought to your gang? And also your brother. Don't you dare mention my brother. 弟のことを口にするんじゃねえ。弟の怪我。ああ、言ったらあかんけど、残念な事故だった。あの時あの場所に彼がいたのは想定外だった。不運としか言いようがない。なんだと、このことだったらや。しょうがない。You're responsible for him becoming a cripple. He was innocent. An accident, you say. 不運な事故だった。時間の問題だぜ。こんな感じだね。証明終了だ。これが証拠だと。俺にお前を殺す気があれば、お前はとうの昔に死んでるよ。死んでんのか。知ってるよ、でも俺じゃねえぞ。あの時間どこに行ったんだよ。一晩中酒場、酒場。なるほど。三つ口の男はどうなる。And I saw a man with a hair lip arriving to meet with you.What business do you have with him? Business? He's a regular customer, that's all. マジで? And what about the suitcase that your regular customer brought to you? What? What are you talking about? 高価な略奪品かな? ここは。そんな気がするんやけど。せやるね。他は全然何もないもんね。The suitcase full of stolen silverware that I found in your secret room. 盗まれた。てめえ、俺の部屋調べ、調べやがったな。うわー、怖い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 。盗品じゃねえし、完全なる強盗だ。物を買い取って商売するだけだ。うわー、なるほどね。Oh, I believe you. 信じた方が身のためやな。パーシーとの関係。Tell me about the business you have with Percy Fleming. 取引について話してくれと。What? 取引なんかしてない。え、嘘。え、嘘やな。彼の施設に。Oh, you supply girls to his institution. He's confessed. Well, he's a liar. やつは嘘をついていると。ほう、なるほど。で、え、あ、違う。え、あ、こっちが傷跡か、危険かな。で、あとは、お、これ、あ、これは違うんや。あ、それは違うんや。あ、これか。大きな鎖、高価なもの。おお、タトゥー、悪党のタトゥー。これか。フリーメイソン。うわー、すげえ。うぬぼり屋にしとこう。な。フリーメイソンの指輪とか出てくるんや、これ。一応ね、あ、なんか、シリに聞いたら、なんか、面白いやつの一つですね、確か。いや、そうやったっけな。そうやね。ちょっと忘れたけど、なんとなく。まあ、ここにフリーメイソン出てくるんやって思ってもた、今。で、ボクシング、まあ殴り合いの喧嘩やろな。うん、どうしよう。でもな、殴り合いの喧嘩やろ、まあ、喧嘩なのは変わりないけど、ボクシングの訓練ってこともありうるからな。よー、どっちしよう。マジこれだけちょっと不安やねんけど、これでいくか。あ、普段不正確でした。マジか。マジで。お、マジっけ。あれってことは、あ、準備のバスで。あー、ははは。これあそこ絶対ボクシングやってやんなら。女のこと垂れ込みやがって。てか。Can I help you, Mr. Holmes? いいよ。で、あとは。
あれ？あとどうすんの？これで。ああ、証拠品はどこにあるのかな？あれ？ないな。あれ？ちょっと待って。こいつか？ How can I help you, Mr. Holmes? いや、違うな。あれ？ちょっと証拠品、証拠品。彼の所持品を調べよう。所持品どこにあんの？ちょっと。あ、こことここら辺に分けてんじゃね？そんな気が。あ、これや。おお、メリケンサック。いやー、あれ？なんもない。これか。特注の凶器とは斬新だ。特注の凶器なんや。嫌やな。お、タバコか。高価なタバコ。なるほど。うん。こいつは何や？おお、何これ。暗号化された記録のようだ。お、持って帰る？あ、持って帰るの、それは。これ何？あ、ゴーって載ってるけど。V。古代ローマの、ああ、ちょっといやらしいやつ。ちょっといやらしいやつか、ね。何？え？え？ひどい趣味やな、ほんまに。俺もえって思ったもん。え、これで終わり？ぽいな。探し出すやから。完了したな。じゃあと何すんの？じゃあ何か出てくるよな、確かな。出てこんし。え、どうしたらいいこれ。あと、まあ一旦じゃあ、わ、手詰まった時は、じゃあベイカー街の自分の部屋に一応自宅に戻ってきたんですよね。でここでね、確かね、何か持ってたよね、暗号化された記録ね。あれね、暗号化されとったから。どこで調べるんや。一応開けとくかね。で合計これか、初歩的なこと。あ、これか。ジョリマイヤーソン。なるほど。債務者の名前が多く載った手帳ね。なるほど。はあ、そうすんのか。全くわからんかった。最初は。Get into the cab, quickly. もうまたやんか、もう。ね、何？ Follow that cab. もうさあ、マジで邪魔やねんけど。マジで邪魔やねんけどさ。あれ、あいつなんなん、ほんま。マジでうざいんやけど。あって、足引っ張ってばっかやん。演技するのはいいんやけど、それ外でやらんといてくれるっていうな。ほんまそれやねんやな。なんでそうなるかな。ほんまにさ、こいつら。やめて、ほんま。中に入る方法を見つけなければ。なるほど。で、フィー、ようやく来れた。おぉ、風がめっちゃ乱心やったから、ちょっとやばかったな、マジで。はい。We need to get out of here. オーソンが口くわえてね。あー、痛そう。痛そうでつまんか。もう死んでるもんな。Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes?
We've come from the abandoned city and uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again, I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries. I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. Mm. But Holmes... ん？何？どうすんの？で、そういや、なんか話しかけてなかったね、こいつにね。話しかけていこう。Wilde, please try to remember. In the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of the bandits kidnapping,臭かったことだけ。And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think he mean the dot. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. It makes no sense, right?でやっていきましょう。一応ね、あとは結論やるだけなんですけど、あ、違う、一旦ちょいと戻ります。いや、戻らんでいいか、ここでいいかね。一応ね、結論出てるんですよ、これね。パーシー・フレミングが有罪っていうの、まあこいつやって終わりにしたいと思います。今回ね、有罪して、この道徳的やつでいいですか。はい、いいです。 Percy Fleming, you were charged with conspiracy to murder. What? なんだって。 You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirty. Yeah, lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and after its failure to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. Knowing that it's perfectly clear, attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah.You can't do that, I'm an innocent man. そんなことできる人間じゃない。Constable, take him back to the cells. ロイヤーに連れて行け。うん。パーシー・フレミング。いやね。これでいいね、もうね。うん、もういいよ。うん、OK。OK。探偵と俳優、獲得しましたね。じゃあね、今回はこれぐらいですかね。そうやね、次連鎖反応みたいだから。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応 Twitter の URL はね、概要欄のところに貼っておきますので、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。